はいどうもサイダーです。本日もですね皆様にシュワシュワっとですね心に響く漫画を紹介させていただきます。最近皆さんどうお過ごしですか？家でゴロゴロして食って寝てまたゴロゴロしてそんな毎日過ごしてませんか？そんなあなたには何か必要なものがあると思います。あるんですね。それは冒険ですね。冒険、たまには冒険してみるのもいいと思います。本日ご紹介するのはこちらですね。ダンジョン飯になります。こちらはですね久井涼子先生によって連載をまだしておりまして、現在ですね9巻までですね発売をしております。久井涼子先生といえば短編がめっちゃ有名なんですよ。竜の可愛い七つの塔とか、竜の学校は山の上とか、短編作品がすごく面白くて、僕も持ってるので今度また動画に紹介します。そんな久井先生なんですけど、初めて長編を描いたのが本作になります。この漫画を一言で表すと、ドラクエも FF もモンハンもあれらに出てくるモンスター、実はクエンじゃねっていうような作品なんですよ。皆さん一度は考えたことありませんか？ドラクエやっててスライムってうまいのかな、どんな会食なんだろう、あれネルネルメールみたいなもんじゃねみたいな、キメラって半分鳥だし、マヤ焼いて食べたら焼き鳥の味するのかな、鳥貴重っていきたいですよね。そういうことを一度は考えるじゃないですか。考えませんですよね。ちなみに僕は一度も考えたことはありません。モンスター食べたいとかポケモン食べたいとか思うや、ちょっと頭がいかれてる言っちゃってますよねと思いませんか？でもそんな誰のが考えそうで、考えないようにしていたことをやっちゃうのがこの漫画なんですよ。ストーリー簡単に紹介すると、主人公のライオスですね、こいつライオスなんですけど、ライオス率いるパーティーですね、壇上に潜っていて、妹ライオスの妹がドラゴンに食べられちゃうんですよ。で妹以外は全滅しちゃったんですね。壇上で死んでも実際には知らないので、もう一度壇上に潜って妹を助けに行くんですけど、いかんせん金がないんですよ、金が。でも壇上潜っていくと、すぐには戻れないので、やっぱりどうしても食料は必要なんですね。食料は必要なんですけど、お金がないので持てないわけですよ、食料も。でそこでライオス一行は、ダンジョンってモンスターいるじゃん、モンスターも食えるんじゃないかということに気づいちゃうんですよ。気づいちゃいけないことに気づいちゃうんですね。そんなこんなでモンスターを倒しながら、モンスターを調理して食べていきながら妹を救出するのがこの物語の大筋ですね。歩きキノコとか、オオサソリとか、スライムとか、コカトリスとか、そういった様々なモンスター調理していくんですけど、久井涼子先生はですね、ファンタジーと現実世界の混同した話を作るのがめっちゃうまくて、モンスターはミミクとか、ケルピーとか、そういったファンタジーな生き物が出てくるんですけれども、料理法、調理法ですね。調理法は、今の現実世界の調理法と変わらずに、切ったり干したり、煮たり焼いたりするんですよ。ちょっと簡単に、一品二品ちょっと料理を紹介すると、例えばですね、一緒に出てくるのがオオサソリと歩きキノコの水炊きとか、マンドレイクのかき揚げとオオコウモリ天とか、そんな感じなんですよ。どうですかね皆さん、聞いた感じですけど、ちょっと美味しそうじゃないですか。聞いた感じだと美味しそうじゃないですか。そうなんですよ、美味しそうなんですよ。なので正直見た目めっちゃ気持ち悪いモンスター、でも、食材として調理をすると、美味しそうに見えちゃうんですよね。これ不思議なんですけど、マジで思うんですけどね、僕らも普段スーパーとか行ってですね、処理されてる食材とかしか見ないじゃないですか。なのでそういう風に感じるんですけど、これがスーパーにですね解体されていないですね、牛や豚や馬とか、鳥とか、魚介もそうですよね、それらがドーンと並んでても、正直うまそうには見えないですよね。ただの動物とかなのでうまそうには見えないと思うんですけど、そういうことなんですよね結局。今の時代2020年ですね、さすがに今から新しい食材とか見たこともない動物を、食べてみるとか、海外のもう本当に偏境な地域行かない限りはもうなかなかないと思うんですけど、これ読むと、一番最初の、人類の気持ち、アダムですよね。アダムの気持ちはなんとなくわかります。食べないと死んじゃうので何か腹に入れないといけない。でもこれ初めて見るけどどうやって食べようとか、そもそも食べれるのか、焼くのか生がいいのか、煮て食べるのか、煮て食べるとかそういう概念ないのかもしれないですけど、どう食べよう、どう調理したらどうなるんやみたいな、そんなワクワク感が得られる作品なんじゃないかと思います。そしてただモンスターを倒して調理して食べちゃうってだけじゃなくて、ストーリーもしっかりしてるんですよ。孤独のグルメみたいに毎回五郎さんがですね、どっかの飯屋行っていいじゃないか、
これ好きとか、まあ、言ってるだけじゃないんですよ。まあ、ちなみに僕は孤独のグルメめっちゃ好きなので、あのシリーズちゃんと全部見てるんですけど、まあ、あれはあれでやっぱ面白いですよね。孤独のグルメなんか見ちゃうんですよね、客観的に見て。まあ、ただおっさんがですね、おっさんが飯食ってるだけの映像なのになんか見ちゃうんですよね。 YouTube とかでもそうじゃないですか結構。まあ、あれがアイドルとか可愛い女の子とかだったらまあまあそうだよなって納得するんですけど、もう孤独のグルメシリーズ7とか8とかやってて、まあ、スペシャルも定期的にやってるような超人気作じゃないですか。もうあのなんだろう、あのおっさん人気って、まあ、すごい不思議に思います。まだちょっと脱線して申し訳ないです。ちなみにですね、同じモンスターを倒して調理する漫画の中で、まあ、ジャンプのトリコあるじゃないですか。まあ、あれも完結してますけど、まあ、ジャンプで連載してたトリコですね。まああれとは、まあ、似てるようで全然違うくて、まああれはどっちかっていうとバトル能力漫画だと思うんですけど、もうダンジョン飯は基本的に剣とか槍とか斧とか、まあそういうもので何か刺したりとか切ったりとか、まあ魔法もあるんですけど、まあ、なんかとんでも魔法みたいなのは出てこないので、まあ、能力とかを使ってモンスターを倒すとか、まあそういう感じではあんまないんですよ。まあ、どっちかというとモンスターの特性とか特徴とか、まあ、修正なんかを把握して、まあ、その弱点をついて、まあ、捉えたりとか倒したりとかするんですよね。まあ、例えばバジリスクっていう、まあ、ニワトリと、まあ、ヘビがですね、まあ、これですね、これバジリスクなんですけど、ニワトリとヘビが、まあ、合体してるようなモンスターがいるんですけど、まあ、バジリスクを倒すときに、まあ、まず一人がめっちゃ威嚇するんですよ。グエーとかやってもう体を大きく見せてグエーとかやって注目させるんですね。で、それと同時にですね、もう一人が後ろから、まあ、攻撃入るんですよ。同時にですね。それでバジリスクですね、まあ、ニワトリとヘビの頭2つあるんですけど、まあ、体は1つしかないので混乱するんですよ。でその隙をついて切るわけですね。まあ、あとはマンドレイクっていう、これですね、マンドレイクっていうこの植物みたいな、まあ、人の形してる植物みたいなのがいるんですけど、まあ、こいつは普段土に埋まってて引っこ抜くとあのめちゃめちゃでかい声出して、あの人を混乱状態にさせちゃうってやつなんですけど、まあ、これの倒し方は普通に引っこ抜いて叫ぶ前にですね、この首のとこを切っちゃったりとか、まあ、犬に縄つけてマンドレイクを抜くとか、まあ、犬ちょっとかわいそうなんですけど、まあ、そんな感じなんですよ。まあ、なのでめちゃめちゃ現実的なんですね。まあ、それがまた面白いんですよ。はい、そんな感じですね。本日は漫画ダンジョン飯をご紹介いたしました。皆さんシュワシュワしていただけましたか？ダンジョン飯はですね、男性はもちろん好きだと思います。まあ、こういったダンジョンモンスターゲームみたいなものって、まあ、誰しも一度はやったことあると思うんですけど、まあ、やっぱなんか懐かしいですし、まあ、食べるっていう選択肢はないと思うんですけど、まあ、メジャーなモンスターもたくさん出てきて、まあ、冒険心がすごいくすぐられるんですよね、男としては。まあ、ただやっぱり女性が描いてるので、まあ、女性をめっちゃ読みやすいと思います。まあ、絵も読みやすいですし見やすいですし、まあ、グロさもそんなないので、あの絵柄も可愛い感じなので女性もすごい見やすいと思います。まあ、ぜひご一読ください。本日もご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画にお会いしましょう。バイバイ。